双子を育てる親との意見交換を行い、参加した母親からはバスの乗り方についてなかなか調べられないなどの意見が上がりました。意見交換には大山かなさんもオンラインで参加し、2人の我が子が大好きなバスに諦めたり躊躇したりすることなく乗せてあげたい。多胎児を育てる皆さんが安心してバスを利用し、諦めることなくお出かけできる社会を作っていきたいなどと述べました。 また2人乗りベビーカーを利用する親に向けたバスの乗車体験も行われ前扉から乗務員に声をかけた後、後ろの扉から乗車することや乗務員が座席を畳み空いたスペースにベビーカーを横付けした後、青のベルトで固定することなどを確認しました。